안녕하세요지금프린쇼군입니다ということで今日はね、まあ今コロナウイルスがかなりこう話題になってる中で、まあちょっとあんまりね、いい知らせではないんだけれども、この新しいね、あの豚インフルエンザがね、こう中国でこうなんか見つかったみたいで、それがなんかあの人に感染するなんか豚インフルエンザらしいんだよね。うん、これがすごくちょっと、まあ話題になってて、まあ将軍的にもね、ちょっとこれ見た時に、うわ、怖いなーっていうふうにね、コロナでこんだけなってる中でね、また、この新型のね、インフルエンザっていうのがね、来たら、ちょっとこれまたきついなーっていうふうにね、まあちょっと思ってて、まあちょっとね、いろいろ記事をこう見てたので、まあ今日はちょっと紹介しようかなというふうに思いだ。ということで、まあ、中国の研究者たちがね、まあ、6月29かな、に、新型の豚インフルエンザが、まあ、こう、確認されたと。で、パンデミック、この、まあ、世界的な大流行が起きる可能性があるということをね、こう、発表したんだね。これ、また世界、また中国かよってね、これ。また中国かよと思っちゃうんだけどもね。怖いにだね、本当に。まあ、人に移るらしいからね。これめちゃくちゃ怖いなと思ってんだけども。まあ、これがね、G4 と名付けられた新型豚インフルエンザらしいんだよね。で、遺伝的には2009年に流行した豚インフルエンザ H1N1。なんか聞いたことあるな、これ。に由来するとしていると。で、発表した中国の研究者らは、高度に適応して人間への感染力を持ちやすい、すべての本質的な特徴を備えていると。警告を鳴らしているということでね。まあ、人に移りますよってことでね。うん。で、研究者らは2011年から2018年にかけて、中国10省の食肉処理施設と動物病院、まあ、1箇所で検査をしたところ、その大半が2016年以降に豚の間で、流行している新型だったと、していると。で、これら、分離されたウイルスを用いて人間と似た発熱、咳、くしゃみといったインフルエンザ症状を示す、フェレットを使ったものを含む様々な、ね、こう実験を行ったところ、G4、これ新型の、ね、豚インフルエンザは、感染力が強く人の細胞内で複製を行ったほか、フェレットでは他のウイルスよりも深刻な症状が観測されたと。最悪だなこれ。でまた実験では季節性インフルエンザへの感染で取得される免疫は G4 新しい、豚インフルエンザには対する、防御効果がないことが明らかになった。なるほど、じゃあ普通のインフルエンザの抗体を持っててもこの豚インフルエンザに対しては全く効かないっていうことなんだね。わあ、これも怖いね。またこれだってワクチンとかどうすんだろうね。だからそのインフルエンザのワクチン打ったけど、この豚インフルエンザのワクチンとかはね、ないのかな、まだね。そこら辺もちょっと怖いよね。いや、怖いな、これ。で、養豚関係者を対象に、実施した、抗体検査では 10.4% が過去に感染したことがあるとの結果が出ていると。で、同じ検査で養豚関係者以外の一般の人々の、抗体保有率は 4.4% となっている。そのため、豚から人への感染が、すでに起きていることは明らかだが、科学者らが最も懸念する人から人への感染が起きるかどうかには、まだ証拠がまだないということね。なるほど。じゃあ豚から人に移るんだね。豚から人に移るけど、これ人から人に移るかがまだわからないということか。これまた人から人に移るともう相当なね、このパンデミックというか、ね、この世界的な大流行っていうのが起きてしまうのではないかなというふうにね、これ思うにだね。うわ、怖いなぁ、これ。コロナでね、こんなにちょっと今、ね、かなりみんなきつい時期なのに、ここでまた新しいウイルスってなるとね、まあかなりきついにだね。まあまだちょっとね、わからないことがね、まあ多々あるみたいなんで、ちょっとこれもね、まあ、状況を見守っていって、また新しい情報が出たらね、ちょっとご紹介していこうかなというふうに思うにだ。はい。ということで今日はね、新しい豚インフルエンザについて、お話ししていきました。ということでね、ちょっとまあ、このウイルスとか、まあ、いろいろね、皆さんの意見とかをよかったら下のコメント欄で聞かせてくれにだ。以上、プリン将軍でした。将軍 TV、ませ!チャンネル登録しないと、少数にだよ。ご視聴、カムサムにだ。